さあ行きましょう、続きです。はい、まずはどこ行こうかなって感じなんですけども、はい、とりあえずカードね集めときました。はい、まあこんな感じでね、回復系もはい揃えておきました。さあ行きましょうか。じゃあこの状態でどこ行くかって感じなんですけども、まずはこのね見張りのとこ行ってもちょっとはいどうにもならなかったんで、この辺の建物も気になるんですよね。こっちからぐるっと回っていくんでしょうけども、この小屋行ってみようか。とりあえずそうしましょう。まずはヒッツカードを使っていく。はい、そしてマップ、あ、行き過ぎた、行き過ぎたねこれね。こっちか。はい、さあ敵出てこないけど平和だね。このまま西でいいのか。敵が出てこない。あ、出てきたね。行きましょうか。ヤムチャ戦闘か。行きましょう。あ、そうそう。ちょっとね、戦ってたから、KI がね、かなり不足してるんですよね。お、いきなりコンボ発動。コンボ発動ですね。やばい。クリリーもちょっと消耗してるな。どうかな。はい、87。テンさんとチャオズでさ、なんかありそうな気するから、ちょっといろいろ使ってみたいんですけどね。そう、ご飯とピッコロがね、いないのがね、ちょっと辛いっすよね、ここね。オッケー。枠を使っていこう。ここだよな。はい、どうだ。基地行くための抜け道はここにありますが、人質を取られていて、あなた方を通すことはできません。裏切ったら人質たちを殺されてしまいます。じゃあ人質を助け出せば抜け道を通してくれますね。もちろんです。人質は3つの収容所にいます。助け出して、情報っていう情報が3つの収容所、これか、多分これか。3つあるっつだよね。これとこれと、あー、これか。結構遠いね、これね。そうか。行かなきゃダメか。じゃあ行くか。ちょっと途中で回復寄ってこうか。途中で回復寄ってこう。はい。貝を使う。これ回復でしょ？よし。まあ、そこ三つ寄ってったら、おそらくは通してくれると思うから、まあまあまあ、焦らず行きますか。逃げるか。戦っても、まあカードもらえるっちゃもらえるんですけど、なんかね、イメージレベル上がらない気もしますしね、敵と戦っても。全然経験値がしょぼいんで、なんだ貴様らは、正義の味方さ。ふざけやがって。死ねえ。うわ、滑ったな、これ。チャオズと亀仙人、これ滑りましたよ。これって強いのか？オートでいけるかな？オートでいけるかな？動き止めながらの方いいんですかね、これね。どうなんだろうね。まあ、オート使ってりゃ勝手にまた連携いくと思うんでね。どうなんすかね。そうでもねえな、強くはないでしょう。あー、全然大丈夫だ。オートで大丈夫っすね。ういっけい。いや、いいですね、いいダメージっすね。ドドンパー、オッケー。サラリーマンが残ったね。サラリーマン、おー、いった、紀元山194。そして天山、天山のどっちだこれは。お、
写真の元気候補、オッケー。ナイス。ちょっとこのリーマンタイプのやつは、あれじゃない ?HP 高いんじゃない？どうかな、落としたかな、オッケー。よし。バブルスくん、オッケー。よし、助けてくれてありがとう。次の収容所へ行こう。収容所とか普通の家だよな、あれな。見た感じ、民家だよね。収容所っつったらさ、あのもうあの何ですか、強制収容所みたいなね、あの某国のなんか食べるものもなくね、なんか無理やり働かされてみたいな、なんかそういうイメージありますけども、どうなんでしょうね。お、来たな Z、 これを使って移動、そしてすぐゴミカードになるっていうね。必須で強いカード2枚あるからな、どうしようかな、戦うか、カットカットカットで、カットカットでいきますか、こっちの方が早いからね。 OK、 カットカットカットで OK、 3ターンかかるかな。 OK、 食べ物 OK、 父カードももらったよ。じゃあどうしようかな。ういよし、また同じパターン、クリーンディアじゃない、今度正義の味方さ、ふざけやがって、死ねえ。 OK、 まあオートでもいいよね。またね、ちょっとまたどうしようかな、ノーカットでいきますか。ノーカットで同じパターンだな、これいいですね。さあいよいよね、クーラが来るんでしょうけど、クーラだよね、強いのかな、クーラ。オッケー、フリーザより強いんですかね。まあそれでも悟空いるからなんとかなるでしょう。オッケー、やっぱりねリーマンが残るんですよこれ。オッケー、さあもう一丁早期弾、いいね、食らってる、そこそこダメージ入ってるよ。さあ落とせ、チャオズ、チャオさん、チャオさん、落とさない、オッケー。バブルスくん、なんかバブルスくんやたらくれたがるな。じゃあ次は北だ、次で終わり。あー、亀残してえなー、なんか発動してほしい。これだけ亀あれば。それこそね、あの、前々からも言ってますけど、亀川流の亀ハメハみたいな。あ、やばい、ちょっと飛ばしちゃったけど、飛ばしちゃったけど、なさそうだな。残像剣いったな。なさそうだね。亀がこんなに、あるのに。天さんがいっぱい。オッケー。あー、なさそうだな。いや、あるんだけど、なんかこう微妙に噛み合ってないんでしょうね。どうだこれで。あー、残した。オッケーかな。よし。まあまあまあ、カードドロップするからね。クレジットは溜まって。くれるかな。よし、また亀がたくさん来てる。なんか発動しねえかな。ダメか。うん、しなさそうですね。うわ、めっちゃ強いんだよこれ。マックスパワーカメハメハが。これだけ強いとなんか連携どうだろう。絡んでこない。やっぱ元祖カメハメハの可能性あるよね。亀仙人は。あー、なさそうだな。おっと、強い。このガチムチマッチョはね、これ強いんだよ、これ、こいつ。オッケー、よし。リッパーさん。さあ、これで、最後かな。よし。
同じパターンだね。完全にあのセリフをコピペしている。オートでいいんじゃない、別に。この辺ね、もう巻きでいきましょう。巻きでいきます。オッケー。所詮雑魚だからね、こいつらもね。ボスじゃないから。おっと、リーマン残ってる。オッケー、ブリーフ博士。オッケー、よし、みんな助け出してな。これで村抜け道を通してくれるだろう。オッケー。まあ余裕ですよ。こっからだよね。悟空ご飯ピッコロなしで果たしてボスに勝てんのかっていうところあるよね。OK、休んどいて。どうしようか。こっからは逃げるで行った方がいいのかな。流派カード集めたいね。流派カード。ああ、もうダメ。人数多いしね。人数多いし。MP ってか、KI は、ね、ちょっと節約したいし。うわぁ、亀カード来ねえな。亀一色だもんね、このメンバーね。はい。よし、ありがとうございました。村を抜け奴らをやっつけてください。おぉ、なんだ、回復してくれんのかよ。筆は最悪残しとく感じでいく？それとも、筆亀を残していくか。で、筆亀で埋まったら筆を使っていくって感じにしようか。いますね。おい。カイツ、待っていたぞ、俺たちに逆らうバカども。あの世で後悔するがいい。うわぁ、数が多いな、これまたな。これは厳しいぜ、いきなりもう。スカウター、あと2個しかない。補充しとくべきか。こいつがボスか。これ強いな、3000だって。あとは取り巻きはそうでも、いやでもそこそこ HP 高いよ、これ。700でしょ、700クラスか。600。600、700クラスの敵が、ゴロゴロなのかな ?500。真ん中500?600弱か。あー、やっぱそんなもんか。500。はい。わかった。じゃあ一番右のイケメンからいこうか。イケメン。早期演算いけますか？いけますか？はい。チャオズ、誰かの、ちょっとボスの動き止めてくれ。こんな感じかな。万国びっくり。亀仙人も動き止めたいからな。だったら、天山か、指針の剣気候法。こんな感じか。超気候スラッガー。こんな感じかな。よし。まずは一体ずつ落としていこう。さあ、こいつ、どんぐらい入る？単体。必殺で。ああ、もう、まあ、防御弱いからね。わあ、早期演算使うまでもなかったな、これ。はい、オッケー。まあ、いいでしょう。ああ、まあ、ボス、ああ、一応2回行動っぽいな。ボスは。あ、違うか？違ったか？オッケー、止めといて。次、こいつか。このカエルみたいなやつ。枠ばっかだなぁ、これ。枠ばっかり。早期弾しか撃てねえな。あともこのカエルばっか、狙っていこう。で、チャオズでまた動き止めとく。あ、間違った。ガチムチね。ちょっと強いからね。よし、行こう。あれ、間違えた？狙い間違えた？カエルじゃなかったね。間違えたわ。早期な狙い間違えました。まあ、いいか。わー、食らうな。オッケー。
さてさて、まあまあ追い込んだね。カエル、カエルみたいなやつ、まあまあ追い込んだけど、ヒツ一枚か、弱いな。まあ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 しょうがないな。この辺は適当です。ちょっと動き止め続けます。まず確実にこいつを落とせ。確実に OK。 よーし、オッケー、ナイス。次このガチムチかな。ガチムチ。40。まあまあまあ大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。取り巻きは、やっぱそうでもないから。ダメージ入るしね。うわー、これ。うわー、これだよ、これ。バンコクびっくりショー行くか？いや、行かない。超能力。亀一枚来たとてなんですよね。拡散エネルギー配置を打っとくか。ちょっとでもってね、感じで。ちょっとでも、周り削ってって感じで。よし。OK、ナイス。いいダメージ入った。さあ、落とせ、落とせ、落とせ。OK、ナイス。さあ、そしてさらに動きを止める。さあ次誰だ。あ、ボスの方、あ違う、これ拡散だもんね。誰だ次、誰が、これ緑だな。緑てめえだ、お前がターゲットだ。地震の剣気候法行こうか。えい。でチャオさんは動きを止め続ける。あとは全員緑行け。緑へ、適当適当。えい、どうぞ。わ、緑生意気にもこいつ必殺撃ってきやがる。さっさと落としちまえ。エネス、オッケー。180。いいね。あ、撃ってきた。エネス。オッケー。いいぞ。いいぞ、いいぞ。あ、落としきれねえかな。あ、残したっぽいな。残したっぽいな。くそー。さて、ああ、番号びっくりしよう、いけるな。チャオズ、あ、チャオズもう一回動き止められるね。動き止められる。超能力。今度クリリンが必殺ちょっと余裕あるから、紀元山、こっち。3ダメだもんね。ヤムチャの早期弾こっち。あとはこの緑さんを葬って差し上げなさい。はい、オッケー。210、ナイス。オッケー。さあ着々と減らしております。削っております。このボスがね、なかなかね火力高いんですよ。通常攻撃でも結構食らっちゃう。さあどうだ。75、落としきれるか。37、ダメ。そしてチャオズがちょっと今使うものにならなくなっちゃったって感じだから、亀仙人で動きを止めるって感じか。普通に拡散使うまでもねえよな。紀元山こっち。ちょっと天山とさ、父でさ、こっち落としてくれ。まあ、こんな感じでいいんじゃないの。どうだ。ナイスー、ナイスです。オッケー。よし、いいぞ。あとはお前だ。とはいえね、このメンバーみんな流派亀だから、亀がね、2枚以上来ないと連携使えないんですよね。あー、2枚以上来ないもんな。やっぱもう単体で行くしかない。なかなか亀2枚以上揃うってのがね、ないから、
暗黒びっくり修復か、マックスパワー行くかって感じだけど、動き止め続けながら戦いますか。長期攻、あと適当。さあ、そこ防御弱めっすよ、ここ。ナイス、オッケー。いいですね。長期攻スラッガー。いいね、父のこのカットインかっこいいね。いいですね。原作にはないこのね、組み合わせ。あー、全体だ。お前も撃ってくんのか、全体。でも40ぐらいだったら、まあまあ大丈夫。やっぱ全体は火力がね、どうしても下がるから。よーし、止めろ。161、ナイス。あー、やっぱ亀2枚以上。枠とかさ、ほんと寄ってくるんですよ。マークとか和とか。まとかね、めちゃくちゃ寄ってくるんだけど、まあ、亀寄ってこないですよね。まあ、この辺は適当で35。あと、もう一回打てるかなって感じだね。ちょっと防御高めだから、削りが少ないけど、それでも、少しずつ。ここまで来るとさ、ちょっとカード使用なしで勝ちたいなあ。あー、亀ちゃんと父が結構食らっちった。カード使用なしで勝ちたいけど、まあ、でも HP 回復使わなきゃダメかな。オッケー。あー、やっぱカード来ないね、亀。今回はちょっと割れたけど、結構。どうしようかな。マックスパワーはもう打てないか。マックスパワー打てないな。クリリンが紀炎山いける。紀炎山で亀ちゃんがバンコク、あと適当。まあちょっと防御とかもね、意識してカード選べばよかったんだけど、落ちたかな父。落ちたっぽいな。オッケーオッケー、よーし。オッケー。まあ、落ちてもいいっす。あの、亀のカード1枚残しておきたいからね。チャオズが、ちょっと、まだ足りないなぁ。あー、まあ、2枚とかね、これ。いやー、どうしよう。どうしよう。どうしようもないな。亀使うか。いや、こっちだな。気候法。まあ、こんな感じで亀1枚残しといて、もう1枚亀来たらちょっと連携行きたいな、ここ。ナイスセンス。いいね。防御1よ。気候法。109。まあ。うわ。亀来ねえ。亀ちゃん来ないよ、もう。引き悪いな。引きが悪すぎる。気合もそろそろやばいもんね。ちょっとな。ちょっと待って。チャオズこっち。亀戦に防御高めで。さあ。どうかな、158。次亀くれば結構追い込めるかもしれない。かな。大丈夫。カード使わないで。ああ、亀来たけど、いけるかな。あ、防御ゼロだね。防御ゼロ。防御じゃないや、消費ゼロ。来たな。チャオズは、超能力。うん、超能力でいいわ。残像剣。ハメハメハ。これで結構いこめんじゃない。まあ700か、ダメだな。300、400、300ぐらいまで行ってくれれば。287。お、400まで行った。よしよしよし、いいぞ。オッケー、62、265。まあまあ、上出来。そして理想的な展開。全体攻撃が来たから、左
きだめは少なくて済む。何回攻撃してんだこいつ。よし、さて亀が3枚来ておりますよ。父生き返そうか。まあ生き返らせなくても、まあお化け、いやいいか、生き返らせないでこのまま行こうか。じゃあちょとりあえずはバンコク、バンコク、なんか天津飯ちゃうずねえのかな。超能力やりながら指針の剣気候法とかなんかねえのかな。ローガ夫婦剣もう一回行こう。オッケー、これでこれでどうだ。ちょっと防御高めだけど落ちろ。よし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 、オッケーオッケー。カードなしで倒せたのはこれ大きいぞ。オッケー、よし、待ち伏せは嫌なやつだな。さあブルも助けに行こう。はい、ちょっと一回戻っていいかな。一回戻ろうか、ちょっと回復したいからね。はい、よーし、オッケー、よし行こう。ちょっと亀カードたくさん欲しいけどな。枠が、わあ、なんかもうついちゃう感じだもんね。亀、亀、亀、亀は来た。亀は来たぞ。亀は来たぞ。亀はちょっとここでカード集めしていいかな。亀来たぞ。弱いけどね、弱いけど。弱いけど、亀は来てる。亀を集めて。亀を集めるんだ。来た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 。オッケーオッケー。よし、じゃあ一回ここでセーブして、今回はここまでにしておきたいと思います。次回はこの基地の中、行きます。またボス戦なるのかな、多分ね。はい。なるとは思いますけどね。なんとか倒して次のステージ進みたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。